はい、皆さんこんばんは、さやです。今日はですね、ちょっと最近の体調不良についてお話の方をさせてもらおうかなと思っています。で、LINE の方でもちょっとね、送っていただいた方々もいらっしゃったんですけれども、ですね、去年の12月の22日の日に、病院の方に行きまして、まあ、妊娠が発覚したという、ことでございます。で、今ですね、ちょうど3ヶ月目に入りまして、つわりのね、こう、症状がもう今絶好調な状態に陥っている次第でございます。なのでもう本当は5ヶ月入ってちょっと安定期に入ってからご報告した方がねいいのかなとは思っていたんですけれども、最近ライブ配信の方を体調不良でお休みしたりだとか、購入品の紹介のね動画の方がなかなか上がらなかったりだとかっていうので、皆さんにはちょっとご迷惑の方をおかけしているような状態でしたので、今回急にですけれども、こういった形で皆さんに発表させていただこうかなと思いました。はい。で、そうなんです。ちょっとね、早めの報告になってしまったので、これからね、妊娠の経過とか、つわりの状況とかっていうのも皆様にはお伝えしながらね、妊婦生活を楽しんでいこうかなっていうのはちょっと考えてはいたんですけれども、で、私たちですね、もともと不妊治療をしていて、で、私の子宮筋腫がちょっと大きくなってきてしまったので、そちらの手術もして、で、子宮のね、形はもう綺麗な、子宮の形に戻ってるっていうことで、手術していただいた先生からも、これだったら、もしかしたら自然妊娠も、期待できるんじゃないかなっていうお話も、検査に行くたんびにいただいてたりはしたんですけれども、やっぱり術後1年ちょっとくらいは、病院に、不妊治療の再開はせずに、自然妊娠を願って、ちょっと様子を見ていた感じだったんですが、やっぱりね、去年1年ちょっと様子見ても、妊娠の兆候とかっていうのも一切なかったので、年明けたら病院にね、ちゃんとまた通って、不妊治療の方を再開しようかなと思っていた矢先の、妊娠だったので、もう、私もてっちゃんも、もう大喜びで、もうてっちゃんは、初めはね、びっくりしてましたけど、エコー写真見せた時ね、誰のって言われたんです。で、私ね、他の人のエコー写真借りてくるとかっていうのも、そういうドッキリ系はやらないので、そう、結構そういうど妊娠ドッキリとかやられる、方とかもね、いらっしゃるんですけども、私ちょっと、それはちょっとできなかったので、そう、いや、これは私の、お腹の中のエコー写真だというのを説明したら、なんかね、まさか妊娠したのっていうので、もう、てっちゃんもびっくりと喜びが一緒に来てたような感じでした。で、私たちの、その不妊の原因っていうのが、わからない、状態。てっちゃんもね、病院で検査を受けてくれたんですよ。不妊治療始めた時に。で、私もちゃんと検査を受けて、お互い、何の、なんていうの、障害もないっていうかね、その、不妊になる、要素がお互いないので、とりあえずはタイミングを取るタイミング法からやってみようっていうお話で、タイミング法から始めたんですけど、原因がわからない不妊っていうのが、ちょっと治療の方法がね、あんまり突き詰めてできなくって、例えば卵管が詰まってるとかだったら、その卵管をね、通す手術をするだとか、もう本当に、どっちかがね、本当に妊娠しないっていうような状態だったら、もう、最初からね、体外受精考えて、
いろいろ、準備したりだとか、いろんなその、助成金とかのね、その制度をいろいろこう見たりだとかともするんですけども、そこまで行かなくても大丈夫かなっていう感じ。で、体外受精まで行っちゃうと、やっぱり35万、体外受精だと大体100万ぐらいか、まあ、手出し60万ぐらい、今かかるって言われてるような状態だ、なので、60万かってちょっとね、考えながらいたんですけども、で、そこまで行かなくても、自分の中で大丈夫なんじゃないかなっていう、その感覚が、ので、まず一番ね、入り口のタイミング法をやってみて、で1年まあちょっとくらいやってみてダメであれば、その次のステップにもう進んでもいいんじゃないかなと思っていたんですよ。でタイミング法のその次っていうのが人工受精ですね。体内受精ってやつで、それだとだいたい2万円くらいでできる産院が結構多かったりだとかっていうのがあるので、まあ、人工受精まではね、気軽にチャレンジできる治療なんですけども、それでもダメであればもう体外受精っていうような形を取るしかないっていうような状態だったので、まずはそのタイミング法でね、こう、卵胞を大きくする注射を打ってもらったりとか、で、その、育った卵胞を、こう、排卵させる注射を打ってもらったりだとかっていうので、結構な頻度でね、病院に通うんですよ。こう、ほぼ毎日のように、筋肉注射を打ってもらうので、もう交互にね、通うたんびに、もう交互に、同じところに打ってると、硬くなって痛くなっちゃうので、打つときも。痛くなっちゃうので、もう交互に注射打ってもらったりだとかして、こう、うまくね、排卵させてもらったりとかっていうのも、試みてはいたんですけれども、やっぱりそれでも妊娠はしなかったんですね。で、やっぱりその私、もともと子宮筋腫を、まあ、あったっていうのもあったので、まず、じゃあその、子宮を、まあ、綺麗に戻す。で、子宮筋腫があると、どうしても子宮の形がちょっと、こう、いびつになっちゃったりだとか、っていうような感じになっちゃうので、その、うまくね、こう、受精卵が降りてきたとしても、着床しにくいっていうような感じになるみたいなんです。で、もしそれが原因なのであれば、まあね、いろいろこう、原因不明なので、いろいろ突き詰めて、もうそれが原因なのであれば、じゃあ筋腫を取って、子宮をね、綺麗な形に戻してあげることで、もし、妊娠できる可能性が上がるんであれば、もう手術しましょうということで、手術していただいたんですけれども、で、まあ、タイミング法っていうのもね、結構、まあ、病院に通う頻度が多いっていうのは、なかなか仕事をされてる方とかだと、もう仕事終わってから通われたりだとかっていうので、結構融通が効く職場だったりとか、その、不妊治療とかっていうのに、うまくこう、理解がある企業さん、会社さんとかじゃないと、なかなか時間が、こう、うまく取れない方とかも結構いらっしゃるみたいで、やっぱりその時間が取れないと不妊治療にも踏み出せないっていうような感じもあるみたいなんですよね。なのでやっぱり来てる方は、まあほとんど専業主婦の方だったりだとか、まあ私が行ってる病院とかだと、で、あとはもう夕方とか土曜日とかがすごく混むんですよね。なので私は、ちょっと時間を取らせてもらって、こう病院にもうさっと行ってさっと会社に戻るみたいな感じで、その不妊治療にも前向きにこう考えてくださる上司の方たちばっかりだったので、すごくね治療もしやすかったですし、で今度一応私の上司の方には妊娠の報告はしてあるので、ちょっと今つわりがねひどくってちょっと出社できない状態だっていうのも朝で連絡すると、全然
こうまずね、あのこう子供を授かったことがいいことなんだから、まずはその体調をね、こう無理して来なくても大丈夫だよっていうのを言ってくれるね、職場なので、まあ私はすごくね、助かっているような状態です。これね、何こう時間あのこう時間制シフト制のお仕事だったら、こう突発的な休みってやっぱりね困るじゃないですか、周りに迷惑がかかるから。だからね、もう本当に今の仕事しててね、良かったなってこうちょっと実感してるのもねあるんですよ。そうね、まあこのままね、順調にこう赤ちゃんが大きくなって、まあ産前産後お休みをいただいて、であとは育児休暇をいただいてっていうような形にこれからなっていくと思うんですけれども、のでその中で、まあ赤ちゃんのね、もう物を買ったりだとか、その検診に行った後の報告動画だったりっていうのは、メインチャンネルの方のこちらの動画で上げるんじゃなくって、それこそ日常の生の日常の方のサブチャンネルの方にこう全部まとめて動画を上げていこうと思っているので、もうそっちもね、見てもらえたらなと思います。もうそれはね、多分私のこう日常の、もう本当に日常のことをもう次々その病院に行った結果とかって上げていって、で体調の変化とか体の変化とかっていうのも皆さんにねこう見ていただけるように上げていこうかなと思っているので、もうね、もう本当ね、不妊治療したしての妊娠とかっていうのも、もう妊娠してしまえばもう一般の妊娠と変わらないっていう感じなので、まあ病院もね、通常通りの、まあ妊婦検診が始まれば通常通りの妊婦検診で行くような感じにはなるんですけど、もうでもね、やっぱりこのこのね、胸のムカムカと吐き気と、あとはね、体温が上がるのか、風邪の時の体のだるさがマックスな状態、あれが結構ね長く続くんですよ、私なんか。だからね、もう朝とかも結構起きるのひどかったりだとかするので、もうなんかね地べた張って起きてくるような状態になったりしてるんですけれども、まずね、調子のいい時にこう購入品の動画だったりっていうのを上げながら今までやってきたんですけど、でライブ配信の方もつわりがちょっと落ち着くまでは、まあ、もしかしたらその休みっていうのがだいぶ増えてくるかなと思いますので、ちょっと皆さんの方にもね、こう楽しみにしていただいている方々も結構ね、こう LINE とかコメントで入れていただいて、まあお大事に休んでくださいとかね、すごく温かい言葉ばっかりいただいて、本当に申し訳ないなと思いながらも、トドのように布団の方に転がっておりました。もうね、てっちゃんがね、帰ってくるのを待てなくて、こう起きてるのがね、もうしんどくて、ね、布団に転がってたりとかするんですけども、てっちゃんもね、何にも、その姿を見ても、もうね、こう、優しい言葉をかけてくれるっていうかね、こう、洗い物してなかったりとかしても、何にも言わずに洗い物してくれたりだとか、もうちょっと具合悪そうにしてると、もう寝たらとかね、言ってくれたりとか、こう、優しい言葉をね、かけてくれる旦那様なので、まあ、それはそれでもう本当に、もう私の、心が休まるっていうか、そこでね、ちょっと、また寝てんのとか、そんなにひどいのって言われると、多分私の心がギスギスしてきて、てっちゃんに当たりもきつくなると思うんですけども、そういうのがね、一切ないので、気持ち的には、すごく楽に過ごさせていただいています。うん、もうね、本当ありがたい限りです。で、まめちゃんも、最近はね、まめちゃんもね、すごい、お利口さんっていうか、こう、おとなしく私のそばにね、寄り添って、足元で、こう、なんかペタンってやって寝てたりだとか、もうなんかね、
すごくね、優しくなってきてくれました。やっぱ2歳過ぎると、ちょっと落ち着くのかな、豆ちゃんも。今もね、私のこの足元にぺったり寄り添って、なんかね、アムアムして遊んでるんですけど、すごくね、お利口さんなワンちゃんになってきてくれています。もう、本当は、今年ね、もう豆ちゃんも、やっぱり、一匹じゃね、なんか寂しいかなと思っていて、でも豆ちゃんも2歳過ぎたので、まあ、今年の、まあ、9月なんですけど、3歳にね、豆ちゃんもなるので、もう、その頃合いを見て、また、柴犬をね、あと、うちにお迎えしたいなっていうのも、ちょっと去年、10月ぐらいから考えていたんですよ。そう、いたんですけれども、違う、ね、弟か妹が生まれてきてしまうので、まあ、豆ちゃんのね、新しい、柴犬はお迎えするのは諦めたんですけども、早まんなくてよかったなと思って、ブリーダーさんにね、出産予定とか、ブリーダーさんの方で、こう、予定とかがあると、行った時に、何匹ね、今、お腹に入ってるんだよ、とか、こう、何日ぐらいに、何頭出産控えてるよ、とかっていう情報をいただくので、危なくね、予約しなくてよかったなと思って、ねえ、ちょっと、予約してからやっぱりっていうのはちょっとね、申し訳ないから、いやー、早まんなくてよかったですね。早まってたらてっちゃんに怒られるところだった。まあね、こんな感じで、ちょっと、今ね、体調がいいので、こんな笑顔でね、皆さんに、ご報告の動画を撮ることができまして、今日一日ね、ずっとタイミングを伺っていて、今ね、実際ね、この動画が上がる1時間ぐらい前なんですよ。そう。今撮影してるのが8時ぐらいなんです。なのでもう1日タイミングをずっと見てて、よし今だと思ってカメラを回したんですよ。今だったら喋れるなと思って、もう本当にね、次々こういろんな、まあ私のまあ状況の変化もありつつ、こういろんなね変化がこれからどんどんと出てくると思いますので、まあそういったのもね、こと細かくいろいろと報告できたらなと思っています。はい。もうてっちゃんもね、楽しみにしているので、てっちゃんとね、こうお買い物に行ったりとか、ベビー用品とかね、見に行った時の購入品とかは、なるべくてっちゃんにもね、いろいろこう出てもらったりとかしてやっていきたいな、なんて、ちょっとね、思ったりはしてるんですけど、どうかなっていうところでございました。はい。こんなね、ちょっと私の一人喋りに付き合っていただいてありがとうございます。これからもね、ちょっと体調管理しながら頑張っていこうかなと思っておりますので、これからも、私たち家族を応援していただけたらなと思います。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。